汚ねえバチカン、この国にはさ、人工知能の新たな秘密が隠されてるから、今からその秘密を暴くから入るよ。いやー、ミスターフェキー、よく来てくれた。はい、見ていただいてありがとうございました。やりすぎ都市伝説でよくあるシーンモノマネということで、今回はですね、関さんのモノマネをしていた役はですね、シークエンス早友という後輩くんがやってくれたんですけれども、ほんとね、もう顔も声もそっくりなんで、僕はね、ちょっとよかったらコラボしてくれということでお願いしたんですけれども、で実はですね、去年の M1 グランプリ、このシークエンス早友くん、関さんの真似をするシークエンス早友くんと外国人のモノマネをする僕で出ました、 M1 グランプリ。M1 ってですね、もうみんなスーツとかバッチリ着て、もう本当にもうしゃべくり漫才とかするんですけども、もうコスプレをした2人がふざけて、もう漫才というよりコントですね、をやるっていう感じで出させていただいたんですけども、 M1 の楽屋ってもうとにかくもうなんかみんなやっぱもちろん本気なんで、やっぱピリピリしてるんですね、もうみんな本気で、そんな中やっぱあんなふざけた格好の2人がいるんで、当然もうなんだこいつらみたいな目でものすごく見られましたね。まあ結果的にはですね、まあ2回戦で落ちてしまったんですけれども、ちなみにコンビ名は都市伝説図という名前で出ていました。また来年も出ようかななんて思ってるんで、よかったら皆さんチェックしてみてください。はい、またね、いろんなモノマネ動画上げてくるんで、皆さんよかったら見てください。チャンネル登録お願いします。